こんばんは。今回は新規訂正したスイートマールの方を見ていこうかなと思います。このキャラはね、結構良くも悪くもアメのギミックに依存してるようなキャラで、まあ、これが通るか通らないかによって結構変わるんですけども、まあ、例えばですけど、まあ、常時空中向こうのサテラとか、常時状態上向こうのアルビドとか、そこら辺は結構苦戦を強いられるんじゃないかなと思って、まあ、逆に言えばそれ以外が、まあ、結構通りがいいのかな。他、例えばこのネロ対面で言うと、初手に関してはスペシャル封印されるんで、まあ、その特殊対入れないとか、あとは、そうだな、月見対面で言うと、このマールが、相手のドリンク時の効果を無効化するっていうものを持ってたりするので、アイテムマスターってあるじゃないですか、転生スキルの。あれを無効化することによって、ギミック耐性を払わせないので、この、アメギミックを踏ませることができるみたいなことができたり、あとは、正月見上のスペシャルを封印することによって、まあ、空中無効が貼れなくなるので、まあ、それでギミックを踏ませられるとか、そういった感じで、まあ、本来だったら空中無効を貼れるようなキャラが、なんか貼れないように設計されてるので、まあ、本当なんかその、まあ、ギミック防がれたら終わりってのはあるんですが、その防ないっていうんですかね、そこら辺の力があるのかなっていうところなので、まあ、割かし強いかもしれないですね、ギミック依存なんですけども。ただこんな感じで枯らされることもあるので、そこだけちょっと注意かなっていう感じで、はい。でここは不利ってことを伝えるために一応正月名を出してみたんですけども、これ避けながら結構大変ですね。やっぱどうしても当たってしまうので、で当たってしまうと縛り食らうので、そこからきつくなるところではあるんですが、これも当たっちゃったからここでいろいろ食らってしまうんですが、そうですね、血縛りとか食らうんで、ここからがちょっとあれ、特に毒とか食らってしまうと、あれですかね、魅了とかは別に問題ないんですけど、毒食らうとスタミナがなくなってしまうので、これ食らうと結構きつくなってしまうので、ここからきついかな。血縛りもあって、で状態上で毒でやねスタミナの方枯らされて、で SS ゲージダメージも食らうので一生 SS が打てないみたいな感じの、まあそのなんか地獄みたいな状況になるわけですよ。なので、まあ、正月見上は結構きつそうだなっていうところで、で次月見出してみるんですけど、月見に関してもさっき言った通り、アイテムマスターの効果を無効化されてしまうので、ギミック無効貼れません。なのでそれもきついし、あとはそのこのドリンク取った時にバーストが溜まるっていう効果あるじゃないですか、あれも発動しないので、まあ、バーストの回転も落ちるということで、まあ、こういった、まあ、ミウエと、月見ってどっちも多いじゃないですか。なので、その二人を一緒にメタれるこのマールっていうのは、まあ、結構評価できるんじゃないかなっていうところですかね。やっぱこの二人がやっぱ中心となって環境が回っていたので、ここら辺をメタれるキャラが出てくれたのは結構大きいのかなといった感じで、本当になんかこのキャラのじゃんけんだったじゃないですか、月見とミウエの。そこを、まだだろうな、一石を投じると言いますか、そこら辺に勝てる性能を持ってきてくれたのはでかいんじゃないかなというところで、これネロ戻しますかね。ネロ戻してやっていきます。基本的にね、ネロとね、この対面は、ネロ有利なんじゃないかなと思います。空中でまあ効かないし、まあでもその、相手で足速いんで、まあスタミナを削れないとしたらちょっときついかもしれない。基本的に打球ダメージの方は防げるので相手。どっちかというとギミックの方ですね、ジャストを出して、このビームの方で削っていく形になるかなと思います。自分ちょっとね、途中でミスってしまったんですけど、ミスらなければ基本的には、まあ、ネロ有利なんじゃないかな、とは思いますね。この題名。なんかちょっと泥試合に見えますけど、まあ、基本は、ネロじゃないかな。まあ、見える効果、その軌道が見える効果とか無効化されるんですけども、まあ、こういうヘマとかしなければ、まあ、いけそうな感じはします。他のキャラの対面で言うと、カルマとか言うと思うんですけど、カルマは、まあ、一応勝てはしました。ただ、前でベクトル取るとかそういった操作は必要なので、まあ、PS は結構問われてくるかなと思いますが、まあ、結構いい感じではありました。他の対面で言うと、エムティナで言うと、スペシャルを封印することによって、得点力を大幅に落として、で、まあ、そのまんまラリーしていくことによって、バリア剥がれるので、バリア剥がれたら、これ食らって、血縛り食らうみたいな感じですし、まあ、同じ血縛りで言うと、バイスとかも結構いい感じですよね。スペシャル封印した上で血縛りになるので、まあ、バイスはほんとボコボコにできる感じかな。他で言うと、他はあんまやってないかもしんないな。うつろとかも多分いけますね。なので、結構見れるキャラがやっぱ多いんじゃないかな。まあ、そのサテラとかアルベドとかはちょっと怪しいかもしんないんですけど、他の対面に関しては結構良さげな気がしますね。他の対面なんかそのやった方とかいたらコメントいただけたらなと思います。他、どうだろうな、そのエレノワとか結構増え始めてるんですけど、ロブラケとかね、そこら辺のエレノワがいたりするんですけど、
エレノアとかどうなんだろうな。ギミック耐性ありますけども、どうなんだろう。やってないからわかんないですね。どんな感じになるのか。まあ、一生高順モードにされたらちょっときついんかもしれないですね。という感じで、もう少しで終わりますかね。ちょっとね、削って倒そうかなと思ったんですが、ここら辺かな。その辺ちょっと見せてしまったので、ここで負けてしまったんですが、まあ、基本的に粘ってけばネロ有利なんじゃないかなと思うので、負けてるんで説得力ないんですけど、基本はまあネロなんじゃないかなとは思います。で、さっき言ったきつそうなって言ったサテラなんですけど、サテラはなんかそのジンに勝てるとかで最近評価上がってましたけど、マーラに勝てるんだとしたらさらに株上がるんで、なんか本当サテラを引かせに来たっていう感じなのかな。このマーラに関しても課金だけが結構相性良かったりするので、まあ、課金だけと一緒にサテラも買ってみたいな感じの最速なのかもしれないですね。どっちもまあ今強いので、そうですね。まあ、その、ジンの動画では、サテラじゃなくて、ジンの方引いたらいいんじゃないって言ったんですけど、サテラはサテラで全然引く価値があるかなってところで、やっぱ強いっすね、この手前に落とすやつ。後ろやっぱサテライトで警戒したりするので、あんま前は見てないんですけど、まあ前も意識させて、でもあんまり前意識してると、後ろサテライト抜かれるってこともあるので、強いっすね、なんだかんだ。なんか、やっぱ、使い手が熟知というか、その使い方が上手くなることによって、だんだんなんか強くなっていくタイプっていうのは、ほんとなんかエレノアに通ずるものがありますよね。なので、まあ、こんなのがやっぱ今後もあるんですかね。最初はなんかあんま強くなくねっていうキャラもなんかだんだん評価されてって、あれ強くねみたいな感じで評価が変わるみたいなね。で、これに関してなんですけど、消費波なんか避けれるらしいですね。なんかちょっと後ろの方いれば避けれるんで、まあ、そういったところをちょっと実践してはいるんですけど、ただそこの対面でロブ上げないとサテライトで抜かれてしまうので、基本的には前の衝撃波を取るときは、ロブとかを一緒に入れてあげると、非常に安定して立ち回れるかなといったところです。基本的にはそうだなぁ。まあ、空中ギミックでギミック通らないんで、割と自利品ではありますが、これもちゃんと避けて取って、で、そこもこう今危なかったですね。サテライトで抜かれる可能性があったので、まあ、基本的にはあそこはロブを上げるべきですかね。で、このラケットなんですけど、そうですね、もともと一応硬直無効はスピード剣道でつけれるんですけど、まあ、スピード剣道にしなくてもつけれたりとか、あとはタクティシャンみたいな効果持ってるんで、格安は非常に合うんじゃないかなといったところですかね。なので、持ってる方はこのラケット割といいかもしれません。他にもね、まあ、いろんなものはありますが、そうですね。他で言うと、まあ、一応アスラだけとかも合うと思いますし、ロブとかも合うとは思うんですが、持ってるんであればこのラケットは結構良さげかなと思いました。ということで、アウトして負けてしまいましたが、まあ、結構強い方が伝わると思うので、お疲れ様でした。